どこで浦井は靴脱いだんだって。そうですね、最近浦井はちょっとやってますね。そうか、そうか。首をこうストーンと落とされるところが、あんなマジで落とされてんちゃうかっていうような表現で、あれはぐらいすごかったね、本当に。辻も出てたよね。へ2人がしあれか、あの万引きしてましたね、道具で。そうだね。何ポケモントレーナーみたいんですけど。まさかを守るために。